はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございますこの動画は弊社の心理統計講座という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです大学での講義や補修や心理学の各種試験の対策やご研究お仕事などにお役立てくださいこのシリーズの動画の URL リンク一覧は本動画の説明欄にございますぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いいたします とい今回はですね判別分析っていうものについて、えー、何回かに分けて、えー、これからお話ししていこうと思うんですけれども、えー、判別分析ディスクリミナントアナリシスっていうことなんですがあのまず、まあ、今回は第1回目ですので、まあ、判別分析とは何かっていうことについてお話をしていきます。